まさか隠れ神社に殴り込みをかける命知らずがいるとは驚いたもんだ。襲撃者はコチア・サナエ、妖怪の山にある森谷神社の巫女だと。幻想郷にもう一つの神社、もう一人の巫女が現れるなんて前代未聞だ。サナエはレームに降伏か廃業かを迫った。そんなのにレームが黙って従うわけないよな。レームは妖怪の山に攻撃を仕掛けた。本気になったレームにかなうはずもなく、パッタパッタと倒される山の妖怪たち。妖怪の山は天狗が支配する特殊なところで、よその妖怪や人間は立ち入りを許されないんだが、折よく私はアヤに極秘で招かれて妖怪の山に居合わせた。アヤも何か思うところはあったみたいだが、そこはアヤも山の天狗、なんか組織がどうとか言ってレームを迎撃に向かうのだった。確かに天狗は強力の妖怪だが、レームに勝てるつもりなのか。一方の私もおとなしくしてろと言われてしてるわけがない。レームと合流すべく飛び出すのだった。最速の天狗の姿、果たして捉えられますか？戦ってるふりを続けて、こうでもしないと内緒話できなくてですね。はあ？いやあ、うちの下級妖怪や見回り天狗がご迷惑をおかけしまして、どうもすみません。森谷神社は突然山頂に現れてですね、お山を支配する我々天狗も困り果てまして、森谷の神八坂加奈子は力ある神で、武力衝突すればどれだけの被害が出るかわからない。それよりもむしろ味方について利益を得ようという派閥が優勢なんですよ。で、私と衝突してもっと被害を出してるわけね。いやあ、アホですよあいつらは。私はもちろん白霊神社派ですので、レームさんには森谷神社を退治していただきたい。ですが私もお山の中間管理職、上司の命令には逆らえませんし、同僚や部下の手前もあり、レームさんを黙って通すわけにはいかない立場でして。全部そっちの都合じゃない。ですからここは一つ、私が白霊の巫女に全力で立ち向かったものの、力及ばず敗北、森谷神社への侵入を許してしまう、そういう筋書きでお願いします。で、勝った方に突こうって言うんでしょ。虫のいいこと言ってんじゃないわよ、このコウモリ天狗。ああ、そういうんじゃないかと思ってました。
さて、霊夢が来てるのは宮廷の滝と言ってたが。そうだよ、私は川城ニドリ、通称谷カッパのニドリ。どうだった？今の私の新発明、人間の感想をぜひ。感想って、迷彩ってよりむしろ目立ってたが、まあ、なかなか面白かったぜ。やっぱりそう？いやー、照れるなー。あ、じゃあこれなんかどう？ポロロッカダンダダン。打ち上げ準備よし、カウントダウン開始。10 9 8 7 6 5 4 3。地があるな。しかしどうだいこの威力。お前やっぱり殺す気だな。ならこっちも容赦しないで。違う違う、私は人間に新発明の実験台になってもらおうと思っただけよ。ならもう邪魔するなよ。私は山の神社を退治しに来たんだ。その後でなら実験に付き合うのもやぶさかじゃないが。じゃあさっと済ませてきなよ。神社まで案内するからさ。お前山の妖怪だろ、なんか組織がどうのとかじゃないのか。要は天狗様に見つからなきゃいいんだよ。よそから来た神様に味方する義理はないし、その点カッパと人間は古くからの盟友だからね。それ本気で言ってるんだろうな。神社の周りは天狗様の監視が厳しいからね。この私に任せなよ。まさに一挙両得のアイデアがあるんだ。ここが森屋神社ね。山が騒がしいと思ったらあなたですか。まさかその日のうちにやってくるなんて。よい、サナエ。よくぞ来た、白霊の巫女よ。我こそは森屋神社の神、八坂加奈子であるぞ。白霊神社の巫女、白霊霊夢よ。あんたが親玉ね。そっちの挑発に乗ってわざわざ切ってやったわよ。風神八坂加奈子、我々が外の世界から招いた森屋神社の出身。神鬼諏訪の土着神と戦ってこれを下し森屋神社を奪い取った、文字通りの武神です。風放りの巫女コチア様、同じく外の世界出身の人間ですが、八坂加奈子の加護を受け、その奇跡を司る巫女であり、自らも神の血を引く荒人神、決して白霊の巫女に劣るものではありません。信仰なき神社など神社にあらず、我らは幻想郷に神への信仰を取り戻すために来たったものである。白霊の巫女よ、我が軍門に下れ、さなくば神社を廃業せよ。白霊の巫女はいわば幻想郷の方そのもの、それを降伏しろうとも廃業しろうとも意味わかって言ってるのよね。しかり、そちに代わりて我らが幻想郷を支配しよう。うちは別に支配とかしてないんだけどな。まあいいわ、幻想郷じゃ神だって妖怪の一種。退治するのは私の仕事よ。カナコ様。されば、力で奪い取るまで、山の妖怪たちの眼前に
いずれが幻想郷を滑る神社と知らしめるとしよう。巫女は幻想郷の維持に必要ゆえ、他の妖怪には殺せなんだようだが、我らには新たな巫女がいる。手加減はせぬぞ。そう、それこそが守谷神社を招聘した理由。今日こそ白霊の巫女の最後の日。こっちのセリフよ。二人まとめてかかってきなさい。いざ、荒ぶる神の御霊に触れるがよい。八坂の神風、お見せしましょう。ここまでは全て順調に運んでいます。さすがはレイム、2対1でもなかなか健闘してるわね。それも時間の問題でしょう。しかも守谷神社はまだ奥の手を残しています。秋風くれないに染まる葉の舞う